どこもかしこも手強い敵ばかりね。それだけ敵にとって大事な場所ってことだよ。あるいは過酷な環境で勝手に鍛えられた。どっすごい精霊力。水の中を歩いているみたい。なあ、精霊の意志はレナの中心にあるけど、その体はレナ全体と同化してるって話だったよな。ってことは俺たちはもう精霊の中にいるのか。あたりの様子からしてそういうことになるのだろうな。登るほどにレナの精霊力の高まりを感じる。どうしたリンメル、気分でも悪いのか。うん、そうじゃなくて、このあたり少し周りより多めに精霊力が集まってるんだ。レナのってことか。うん、それでダナの意志に触れた時みたいに、もしかしたらレナの意志が何を考えているか分かるんじゃないかって。レナの意志はダナと違って強いのよ。下手に接触して操られてしまう危険はないの。多分大丈夫だと思う。レナの意志はレナのものにしか及ばないはずだし、精霊の考えが分かれば何かつかめるかもしれない。でも万が一のことがあるし、私だけでやってみるね。おい待てよ、そんなまね。リーベル、大丈夫かリンメル、意識は無事か。うん、大丈夫だと思う。バカ、いきなり無茶するやつがあるか。本当よ、どうなるかと思ったわ。あ、ごめん。でも少し分かったよ、精霊の考え。うん、気持ちかな。レナの精霊は世界を完成させたがってる。完成ってどういうことだ。何か作りかけだってのか。うん、ダナとレナはね、本当は一つの世界として生まれるはずだったんだ。でもそうならずに二つに分かれてしまってる。それを完成させたいんだよ。一つの世界って何なんだそれ。わからないけど、レナの精霊ははっきりとそう思ってる。ただダナと違って集中するあり方のせいで、それより先に自分が消えてしまいそうになってる。だからそうなる前に自分がダナを吸収することで一つになろうとしている、そういうことか。レナの精霊は怯えてる。でもそれは人間みたいに理屈で考えてるとかじゃなくて、もっと純粋な混じり気のない感情みたいなものだよ。さながら動物のようにか。いや、動物の方がまだ意思疎通が可能かもしれんな。果たして我々を意識ある存在として認識しているかどうかさえ怪しいものだ。だが治水化風の精霊力はどちらの世界にもあるのに、闇と光はそれぞれレナとダナにしか存在しない事実、そして一連の精霊力搾取の要であるレナス・アルマが6属性であること、いずれもリンウェルの話を裏付けている。イバラも同じなんだろうか。ダナとレナを一つにすること、自分が生き延びること。イバラが精霊の一部なら同じように生き延びる。どうしたの？
シオンが死ねばイバラは解放されるはずだった。それなのにイバラはシオンが死なないようにした。理屈からいけば筋が通らない。もしかしてイバラにはただ自分が滅びたくないという思いしかなくて、その強い思いと力が結果として器であるシオンをも生かし続けたんじゃないだろうか。だとしたら、イバラに触れた時の痛みはイバラ自身が自分を守ろうとしたためか。それがもし本当なら皮肉な話ね。精霊はただ望むのみ。それを具体的な計画に整えるのはヘルガイム・キルの仕事だったのだろうな。シオン大丈夫。早く片付けてしまいましょう。それにしても世界の状態すら間違ってるって勘弁してほしいぜ。まったく。精霊が求めるあるべき世界の姿、もし最初から世界が一つだったら、ダナもレナもなくこんな風に戦わずに済んだのかもな。やっ、 やっ、 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 やっ
これがあれば武器を作れそうだ。
ないわ。演武局といったところか。君こそ相当なものだ。あのイバラモドキもやっぱレナの精霊の一部なの。多分ね。でも髪の毛みたいなものだと思う。意志とか感じられないし。髪の毛じゃ勝っても意味ねえか。